橋立は、西日本旅客鉄道、ウィラートレインズが、京都駅宮津駅、天橋立駅、豊岡駅間を、JR 西日本山陰本線及び京都端を、鉄道偶復線、宮津線経由で運行する特別急行列車である。北、近畿ビック X ネットワークを形成する列車の、一つである。イメージカラーは赤色で、走行路線の一つである。 KTR 群グー伏線沿線にそびえ立つ大鉱山の鬼伝説に登場する赤鬼にちなんでいる。京都駅及び亀岡駅などの京都府中部の確定者駅と京都府北部の各地域を結んでおり、福知山市、宮津市などとの連絡をなしている。現在の特急、橋立は1996年3月16日に山陰本線そのべき福知山駅間及び、 福知山駅宮津駅山の橋立駅間が電化されたことにより、機動車列車であった特急、朝潮と急行、タンゴを統合して電車特急化され、183系電車を使用して運転を開始した。基本的に京都駅山の橋立駅間で運転されていたが、2011年3月12日のダイヤ改正で単語リスカバリーの一部が編入され、 豊岡方面へも乗り入れるようになった。橋立の名称は日本 3K の一つで宮津市に所在するサス、天橋立が由来となっている。この名称は1965年より1968年まで大阪駅天橋立駅間を福知山線、山陰本線、宮津線経由で運行する、準急列車に使用されたのが初出とされる。 この列車は1966年に休行となり、1968年に休行、丹波に吸収されている。この列車の運転系統を踏襲している列車として、比較的近いものに、特急、文樹、丹後リスカバリーが相当する。その後、橋立の名は1982年から1992年まで、福井駅山の橋立駅間をオバマ線、おばあません。 宮津線経由で運行する急行に使用されていた。2016年3月26日現在、京都駅山の橋立駅間で3往復、京都駅と八日駅間で折り1本上り2本、京都駅宮津駅間で折り1本の、敬語往復が運行されている。京都駅宮津駅間のみ、運転の1本を除き、宮津駅でスイッチバックを行い列車の進行方向が変わる。 天野橋田駅を始発、終着とする列車は、宮津駅及び天野橋田駅における、豊岡駅発着の普通列車との接続を考慮したダイヤが組まれている。また、全列車が、途中の福知山駅で、大阪方面と8日、木の先温泉方面の特急、河野鳥と接続しており、同一ホームの向かい側で対面の理解をする形で、乗り継ぎの便利が図られている。 宮津駅、豊岡駅を発着点とする列車すべて、及び、天の橋立駅を発着点とする列車の一往復は、京都駅綾部駅間は、東舞鶴駅発着の特急、舞鶴と連結して運転されている。列車番号は、5080号数に、天の橋立駅発着列車は M を、宮津駅、豊岡駅発着列車は D をつける。 久美浜駅、と洋会駅間の快速区間は、1680号数 D である。京都駅、二条駅、亀岡駅、その部駅、綾部駅、福知山駅、大駅、宮津駅、山の橋立駅、与佐野駅、京丹後大宮駅、三山駅、上野駅、夕日ヶ浦木津温泉駅、久美浜駅、と洋会駅2018年3月17日の、ダイヤ改正以降、天の橋立駅を、始発。 終着とする3往復には、JR 西日本福知山電車区所属の287系電車及び289系電車が使用されている。また、宮津駅、豊岡駅を始発、または、終着とする2往復は、天の橋立駅の先に存在する非電化区間に乗り入れての運行となるため、京都単語鉄道が運用する、KTR8000 系機動車が使用されている。 それぞれの車両の編成は以下の通り。過去の使用車両2013年3月までは、福知山電車区に所属する183系電車も使用されていた。2003年以降の編成は以下の通りに分類され、2011年からは B 編成のみが引き続き使用された。左、特急、橋だけ。ありがとうございます。